バディヒールドは、バハマのプロバスケットボール選手。NBA のサクラメントキングスに所属している。ポジションは、シューティングガード。バハマのグランドバハマ島で生まれ育ち、高校でも国内チャンピオンになるなど活躍する。その後、NBA 選手を目指すために渡米し、カンザス州一田のサンライズクリスチャンアカデミー高校に、 入学する。最終学年のシーズンで平均22.7得点を記録するなど注目されたことでカンザス大学やオクラホマ大学などの誘いを受け最終的にオクラホマ大学に進学した。2年生の2013から2014シーズンから頭角を表して平均16.5得点に4.4はアシストを記録しビッグマイナス十二のセカンドチームに選出される。 翌2014から2015シーズンも17.4得点5.4アシストと数字を伸ばし、ビッグマイナス12の最優秀選手に選出され、2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明する予定だったが、回避する。最終学年となった2015から2016シーズンはさらに数字を伸ばして、平均25得点5.7アシストを記録し、 オスカー・ロバート・ソン賞や、ジョン・ウ・デン賞、ジェリー・ウェスト賞を受賞するなど、充実したシーズンとなった。そして2016年の NBA ドラフトでは、全体6位で、ニューオーリンズ・ペリカンズから指名された。しかし、新人王候補にも挙げられながらも、NBA での対応に苦しみ、結果を残すことはできなかった。2017年2月19日に、 デマーカス・カズンズ・絡みの大型トレードで、サクラメント・キングスに放出された。サクラメント遺跡以降の25試合で、MPG29.1、FG%、483P%、428、PPG15.1 と遺跡以前と比べて大きく、数字を伸ばし、新人選手で1位となる148本の3ポイントシュートを、 成功させルーキーシーズンを終えた。2018から2019シーズンは大きく飛躍し、レギュラーシーズン全試合に先発出場。自己最多の平均20.7得点を記録した。オフに、キングスと4年8600万ドルで契約延長した。契約には、細かな出来高が含まれ、最大で2000万ドル増額する。 2020年2月9日のサンアントニオスパーズ戦で9本の3ポイントシュートを決め NBA 通算800本目の3ポイントシュートを達成。デビューから296試合前での達成となり305試合で達成したステフィン・カリーーヌき史上最速での達成となったオールスターウィークエンドのスリーポイントコンテストにも出場し、 デビン・ブッカーとの決勝を制し見事優勝した。出場なし2014年よりバハマ代表でも活動している。ありがとうございます。